次はもう皆さんご存知の日本のセンシャルバチャータを牽引してきたというと、久保田雅美です。ワールドティープロジェクトを、主催しております手腕という先生のチームです。で、サルゴの中でいつも手腕という先生がファーストシーズンもセカンドシーズンも踊り納めをいつもありがたくもサルゴのステージを選んでいただいておりまして、この度もサードシーズンの踊り納めをサルゴでしていただけるということで、シュウ先生ね、カリベとかペペツとかでね、9.8 対 0.2 ぐらいでね、飲んでいらっしゃることが多いんですけどもね、今回ね、振り付けを見ていただき